ちは、こんばんは、おはようございます、本日はですね、軽井沢から帰ろうと思ったんですけれども、一応アウトレットに来てみたらガラガラで、まあ、開店して間もないっていうところもあるんでしょうけど、軽井沢を少しまた楽しんで、ちょっと違う街に、行ってみようかなと思っております。やっぱり軽井沢の朝は気持ちいいですね。アウトレットの雰囲気も好きだし、毎年来たいですね、軽井沢は。今からどうしようかな、ちょっとご飯食べようかな、ご飯食べに行きます。鯉の池たちが池の鯉たちが私が近づいてきたと同時にね、集まってきましたね。餌でもねくれると勘違いしてるんでしょうかね。フードコートのガラガラ、冷麺いただきまーす。ごちそうさまでした。そういえば言い忘れてたんですけどね、実は今日私の誕生日でして、そんなに物欲ないんですけど、もし何か欲しいものがあったら、ここで購入したいなと思っております。軽くお店見て回ります。急に大雨ですわ。結局ですね、購入したのはこのオロナミン C のみでしたね。結構混んできましたね、やはりね、だんだんと。はい、アウトレット出ました。やはり好きですわ、軽井沢のプリンス、アウトレット忘れちゃったけど、広いし、もう何時間でも入れますね。で、結局疲れて、昨日昼寝した公園でまた仮眠取ろうかなと思います。まさかまたこの公園で昼寝をするとは思いませんでした。贅沢な時間ですね。おやすみなさい。はい、起きました。もう何時間寝ちゃったんだろう。すごい気持ちよかった。そしてですね、車の中でですね、実はもう一泊ホテルを予約してしまいました。まあ、アウトレットでもね、何も買わなかったですし、今日もね、誕生日ということで、何かせめて美味しいものでも食べたいなと思いまして、佐久平っていうところなんですかね、佐久平にある、まあねビジネスホテルか何かわからないですけど、ホテル取って、そこの近くにある水炊き屋さんですかね、まあ、入れるかどうかわからないですけど、そこで軽く飲んで誕生日を終わろうかなと思っております。今ね、その佐久平に向かっておりますが、ドライブは楽しいです。ちょっと裏道の方を通ってるんですけどね、また別荘地ですよ。見てて楽しいんですよね、この別荘。おー、でかいでかいでかい、あーでかい家、すごい。ふざけるな。おう、はい、本日のお宿に着きました。たまらん雰囲気でしょう。健康ランド、健康ランドですね。はい、部屋に着きました。まあね、やはり少し古い感じはありますけれども、温泉じゃないか、大浴場は
無料で使えるそうなのでかなりいいのかなと。コスパはいいですよね。まあ行かないと思いますけどね。でユニットバスは一応ついてます。で一番高い部屋なので、高いというかあの高さがね、景色もいいですね。イオンがある、イオンわいいわ。昨日とね比べてしまいますとやはり差はありますけれども、ビジホの旅はね楽しいですわ。久しぶりですもんね、ビジホ。ではこの後はもう仮眠も取ったんで、佐久平ですかね、佐久平近辺散歩してみます。それでその後に晩飯ですね。結局部屋で仕事をしてしまいまして散歩に行けなかったんですけれども、今日の夜ご飯のお店を予約して少し散歩してからそちらのお店に向かいます。楽しみ、お腹空いた。こうして見るとホテルでかいですね。ホテルというか施設がでかいですね。駅前でございます。7時過ぎぐらいですが人がいませんね。全然いない。いやーいいですね、ビジホ泊まるとね、これが楽しみなんですよね。飲み歩き久々っすよ、本当にビジホ泊まって、あの飲食店に、駅の近くの飲食店行くの。駅の反対側でございます。結構ホテルは多いですね。ただ人がいない。お店着きました。車が結構止まってますね。はい、着きました。素敵なお店ですね。楽しみです。あのね、美味しそうなものばっかりでね選べないですね。とりあえず水炊きは頼むけど、それ以外はやばい。うまそう、腹減った。来たー、いただきます。誕生日おめでとう。うめえ。スープうまいっす。見てこれ、山賊揚げうまそう。そしてめっちゃうまい。水炊き、エビを食べます。だし巻きのお気持ちだ。こう、あるでしょ、キャラクターの格好してるんだけど、すげえ怒りです。締めのラーメン、ごちそうさまでした。うまかった。水炊きうまいわ。なんかバーがあるな、飲み歩きしたいですけどお腹いっぱいすぎるんでホテル戻ります。つーか、めちゃめちゃ寒い。夏なんですけどね。これは長野だから避暑地だからなのかな。そして真っ暗なのがまたねたまらないですよね。はい、着きました。なんでこんな腹いっぱいなんだ。ちょっと休みます。この後飲めるかな。しまった、
久しぶりの居酒屋で満腹感と嬉しさで2時に起きてしまいました。あれ映んない、なんでこうなんの、やばい、どうしよう、このまま眠れるかな、風呂も入ってないし口の中気持ち悪い。おはようございます。朝8時でございます。少しね眠れましたあれから。で何よりもですね、隣のカップルがいろいろとすごくて、それで起こされた感じもありますね。ではホテルをチェックアウトします。はい、ホテルチェックアウトしました。いや天気もよく本当に気持ちいいですね。そして昨日の水炊きも美味しかったし、最高の軽井沢の旅になったんじゃないかなと思っております。ではですね、この辺で、軽井沢編4部作ぐらいになったのかな。本当にいつまたね旅行に行けるか分かんない時期になってしまいましたので、多めにね動画を回してますけれども、この辺で終了させていただきたいと思います。この後はまたドライブをしつつ、どっかちょっとね動画撮れたらいいなと思いつつ、帰路に着きたいと思っております。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバイ。